病セントラル病院看護師長で医療安全室長、病院内のいかなるリスクもミスも許さない安全の鬼、椿礼子演じる吉瀬美智子さんです。お願いします。はい、安全の鬼をやらせていただきます、椿礼子役の吉瀬美智子です。今日はお集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普通大体オファーがいただくのってちょっと遅かった早かったり早かったりとかギリギリだったりとかするので、はい、髪を伸ばす時間がないんですよ本当は、はい、だけど今回に関しては多分その早い段階から動かれてたのかなっていうのがあって伸ばせちゃうっていうふうに思ったんですね、はい、で強引なんですけどこのぐらいの尻尾しかないんですけど役に寄せて原作に近い状態にできるんじゃないかと思ってで頑張って届かない部分もあるんですけど、はい、メイクさんに固めてもらって割と原作に見た目は本当に寄せてます。そうですね、やっぱり私も真面目でちょっと緊張しちゃうんで本当に皆さんに連鎖させちゃってるんじゃないかって思うぐらい本当に何ですかね、椿も真面目で、真面目がゆえにこう一人で抱え込んで一直線に向かっちゃって周りをバラバラにっていうかまとめられないじゃないですけど、そういうところもすごくあると思うんですね。なんかそういうのは今現場でもまだ探りながらの状態でもあるので、ちょっとそれを早く自分自身もこのなんか解きたいなって感じが現場と同じ状態にあります。私は犬と一緒に、はい、ちょっと若葉君の髪型にちょっと似てるみたいな犬が、はい、トイプーちゃんなんですけどで、ちょっと癒されてるんです家ですいません、勝手に。あ、僕にいいですか。そう、髪型とかそう、でスタッフさんにこの間寝てる写真を見せてもらったんですよ。見たかな。見ました、見ました。犬みたいでしょって言われてうちの子みたいって言えなかったんですよちょっと今言っちゃいました。そう、トイプーちゃんみたいでね。ありがとうございます。いや、そんな素敵なこと ないですもん。私なんか、だってお疲れアルコールって言おうとしたのに言っちゃっていいのか分かんないですよみたいになっちゃってるんですけど。いや、もう言っちゃってください。お疲れアルコールがもう、はい、はい、私のエネルギーです。吉瀬さんがお疲れアルコールで、はい、井浦さんがオイル。これ逆じゃなくて逆じゃなくて、本当ですよね、逆ですよね、大体ねすみません。いや、いいと思います。じゃあ、吉瀬さんはやっぱり疲れた時にはくっと美味しいものを飲んで。そうですね、ちょっとロケが結構遠いんですよね、このドラマが。そうするとやっぱり2時間ぐらいかかっちゃうと、やっぱそこで一人お疲れって自分で